皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ラウドネスのクレイジードクターを一緒に練習しちゃおうじゃないかという動画の2本目の動画でございます。この2本目の動画では A メロの部分を一緒に練習していこうと思います。ちょっと弾いてみますね。聞いてみてください。この動画のゴールが、目標がこれです。いきます。 感じのフレーズです。なんか難しそうじゃねと思った方大正解でございます。何気にイントロよりも難しい箇所がありますけどね、そこがいいんですよ。頑張って乗り越えて練習をして上手になっていきましょう。ではちょっとですね、フレーズに入る前に2つちょっとお知らせをすることがありまして、まず1つ目、1本目の動画のアルペジオの部分ですね、ちょっと間違いがありました。ごめんなさい。この3号にした時のその右手の弾く弦を1本目の動画の解説では5-4-3-2-3 5-4-3-2-3と言ったんですけども、5-4-2-3-2でした。ちょっとした違いなんだけど、ごめんなさい、間違えちゃった。5-4-2-3-2 5-4-2-3-2って感じなのでお気をつけください。ちっちゃいちっちゃい5-4-3-2-3 5-4-2-3-2、ここです。ちょっとよろしくお願いします。申し訳ないです。修正をしてくださいませ。で、2つ目、楽譜タブ譜が欲しいという要望がで結構ありましたので、一応まあ書いたんですけれども、タブ譜がなくても大丈夫なように説明していくつもりなんで、まあ本当に希望する方がいらっしゃればって感じでご検討いただければ、嬉しいです。本当になくても大丈夫です。まあ、もしくはね、そのある程度その動画を全部バーッと見た後に、まあね、ちょっとまあ一つぐらいなんかこうやってるかみたいな感じでご協力いただけたら嬉しいなのくらいの、あれでございます。よろしくお願いいたします。ではでは、参りましょう。まず6弦の開放を2小節弾きます。8分音符で2小節ブリッジミートでこんな感じで弾くんだけども、初心者の方によくありがちなのが、そのね、回数で数えてしまいがちなのがちょっとあるんですよ。まあ、今ね、皆さんその2小節って言われてもね、はあ知らねえよって感じになると思うんだけども、16回って言ってくれよって思ってしまう方結構多いと思うんですよ。回数16回ピッキングするよみたいな感じで。けどね、個人的な僕のお願いとしてね、回数ではね、あんまり考えないでほしいんです。どういうふうに考えたらいいかっていうと、その小節っていう区切りがあるんですよ。これはもうね、クレイジードクターに限らずもね、どの曲にもいても必ず小節っていう区切りが存在するんだけども、この感覚をね、ちょっとね、意識していただきたいんです。こんな感じ。1と2と3とシット。これが1小節。1と2と3とシット。1と2と3とシット。よければちょっとダウンピッキングしながら一緒に口ずさんでみてくださいませ。1と2と3とシット。1と2と3とシット。1と2と3とシットが1小節。で、2小節ってことは1と2と3とシット。1と2と3とシットっていう長さをダウンピッキングするんです。16回。をピッキングするとかね、8回破壊でピッキングするじゃなくて、8分音符で2小節ダウンピッキングというイメージを持ってくださいませ。小節という区切りです。小節で2小節ダウンピッキングしたら、その次パワーコードに行きます。人差し指で6弦の3フレット、小指で5弦の5フレットで、この3、5を1回バーンと弾いたら2フレットずらして5、7をバーンともう1回弾きます。1回です。こんな感じです。ビーンビーンと。で、この3-5-5-7といったら、この5-7のフォームのままで3拍ダウンピッキングでブリッジミートします。3拍ブリッジミートしながらダウンピッキングします。1-2-3、この1と2と3とってある中の1と2と3と、この区切りが1拍ってやつなんですよ。1と2と3と3拍、6回じゃなくて3拍。こんな感じ。で、その次5弦が変わって、5弦の3フレットと小指で4弦の5フレットを弾いて、その次また2フレット上げられます。同じですね、弦が変わるだけで。で、じゃんじゃん1と2と3と、
まあ、本当に同じ動作をじゃんじゃん1と2と3とじゃんじゃん1と2と3とっていう感じで繰り返せば OK です。弦が変わるだけ、回数とかね、動かし方とか全部一緒で、じゃんじゃん1と2と3とじゃんじゃん1と2と3とといったら、さらに3拍分ブリッジミュートをしてじゃあで締める。1と2と3とじゃあ、1と2と3とじゃあ、1と2と3とじゃあ、こんな感じです。ちょっとつなげるとね、回数がわけわからなくなるんだけども、ちょっとしっかり数えていきながらいきましょう。こんな感じ、ちょっと聞いてみてください。じゃんじゃん1と2と3とじゃんじゃん1と2と3と1と2と3とじゃあ、1と2と3とが2回出てくるってことですね。じゃんじゃん1と2と3とじゃんじゃん1と2と3と1と2と3とじゃあ、こんな感じです。これが前半部分です。もう一度頭からゆっくりいってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。一と二と三と四と、一と二と三と四と三と。一と二と三と三と。一と二と三と、一と二と三と、じゃあ。こんな感じです。で、この後がめっちゃむずい。まずブリッジミュート、1拍分2回バイバイできます。全然と1と音弾いたら、パワーコードが5弦の7フレット4弦の9フレットの位置ですね。人差し指が5弦の7フレット、小指が4弦の9フレットで、これを、ちょっと順番弾いてみましょう。まず7 9 5 7 3 5、順番に下げていきます。2フレットずつで続けると、こんな感じで人差し指が7 5 3 5 3 7 5 3 5 3という順番で、押さえていきます。で、これだけだとっていう動作なんですけども、それぞれのパワーコードの合間に1個ずつ6弦の開放のブリッジミュートを3度していきます。これがめっちゃむずい。すぐにはできないと思います。で、ここまでできたら、その次人差し指で5弦の2フレットで、中指で6弦の3フレットで、6弦の2フレットで、6弦の解放続けると、こんな感じになります。この6弦の開放をね、この3度していくっていうのがすごく大事なポイントで、超難しいところでして、ここをね、その極端に悪くやると、こんな感じ、弾かずにブラッシングっぽくなっちゃうパターン結構よくあるんだけども、しっかりとツーツーチャンス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 という意識を持って弾いていきましょう。これがその A メロの部分でございます。この後にもう一回まるまる同じのを繰り返して、A メロが終わりって感じなんですけども、ちょっとつなげて弾きますね。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じです。で、バー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 ンが言ったら、またあのズンズンズンが行くんですけれども、シンコペーションって言うんだけど、ダダダデーンで、このね、6弦のこの開放の音をちょっと伸ばすんで、さっき最初さ、2小節6弦の開放をね、ズンズンズンってするよって言ってたじゃないですか。1と2と3と4と、1と2と3と4とってやる中の、これの一番最初の頭の1とが、お休みになります。じゃあ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 、うん、2と3と4と、三とシット、うんに置き換わるわけですね。トゥトゥキャツキャツタタタタ、うん、一と三とシット、一と二と三とシット、あとでしょ、一と二と三と、一と二と三とシット、で、
につながるというような、感じでございます。どうでしょうか。こんな感じの A メロなんですけれども、地味にこれがね難しいんですよ。頑張ってくださいませ。で、曲が始まりました。でリフがありました。で今の A メロ弾きました。で A メロ弾いたらまたリフに戻ります。でリフが弾き終わったらもう一回 A メロが来ます。で2回目の A メロのお尻の部分にちょっとですねプラスアルファのおまけが入ります。これがまたさらに難しい。ちょっと弾きますとこんな感じ。こんな感じです。弾いてみましょう。まず6弦の開放、ブリッジビートせずに2回弾きます。で左手のパワーコードの動きが人差し指が5弦の7 5 7 5 7 5、で10フレットに飛ぶ7 5 7 5 7 5 10 7 5 7 5 7 5、だからずっとこの繰り返すわけですね。7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5、まあ3往復する、3往復じゃないか、3セットみたいな感じですかね。7 5 7 5 7 5、で最後のこの5が引き割ったら人差し指が10の1にまでドゥイーと、大きくずらします。弦を押さえたままスライドっていうんですけど、スライドっていうんですけども、押さえたまま、弦をずらして音を鳴らすと、弾いたらスライド、こんな感じです。でどうどうこの5、7の合間も この6弦の開放の音1個ずつ挟んでいきます。これが超むずい。もう一度6弦の開放2回、ブリッジの接近5弦で弾いたら7つ5つ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 ってのを、まあ、3回足らないぐらいってことですよね。3回弱5つ7つ5つ7つ5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 つ
こんな感じです。でここからその B メロの方に行くんですけども、以上が A メロでございます。いかがだったでしょうか。では最後にちょっと A メロの部分をゆっくり全体的にバーンと通して弾いてみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、イット、イット、サンド、シット、イット、イット、サンド、シット、サンド、イット、イット、サンド、サンド、イット、イット、サンド、イット、イット、サンド、ビャー。こんな感じの A メロでございます。まあね、最初に言った通りなかなか難しいと思います。そんなすぐにはできないと思うんですけれども、まずは手順を、覚えるっていう体で、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。あとは分かんないところとかね、できないところとかを巻き戻して何回も確認して、チャレンジをしてみてください。よろしくお願いします。次の動画では B メロのところと、
サビのところをまとめていこうと思います。頑張っていきましょう。それでは体力に余裕があれば、次の動画に進んでみてくださいませ。もうちょっと練習していこうっていうことは、もうちょっと練習しておこうっていう方は、このまま練習を続けてください。よろしくお願いいたします。それでは最後までまたご視聴ありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねん。